旅行業界の見本市。釣り堀で遊ぶ少年。カナダの収穫祭の一つ、ロックトンワールズフェアにて2010年撮影。メリーゴーラウンドはフェアではしばしば見かけられる伝統的なアトラクションである。フェアは様々な娯楽や商業的活動のために人々が集まる催し。通常、フェアは一時的に実施される行事であり。 特定の1日の午後だけといったものから数週間程度の期間に呼ぶものまでが含まれる。英語のフェアに相当する日本語の概念には、詩、日本詩、展示即売会などがある。ギリスモスターアート作、村の詩、1590年。フェアでは動物の展示も行われることがあるが、品評を受ける前にオーナーたちは手並みの手入れをする。ローザ・ボヌール作、 馬の死、1852年から1855年。ローマ帝国の属州であった、ユダヤ属州シリアパレスティナ属州では、ユダヤ教の教えに背くとして、ラビがユダヤ人たちに特定の街のフェアに出向くことを禁じていた。中世のヨーロッパでは、一時的な市場として、多数のフェアが発達したが、卸売業者たちは売買の相手を見つけられると、 確信したフェアには時として何日もの時間をかけて旅行したので、遠隔地との交易や国際的な貿易においてフェアは特に重要な役割を果たした。こうしたフェアは各地の教会の成人の日など、キリスト教の特別な行事と結びつけられて開催されるのが通常であった。イングランドのスタグ賞という場所では、 主に動物の売買などを行う年に一度のフェアが1293年から開催されていたという記録がある。7月4日に開催されていた大きなフェアのほか、この街では馬、小羊、メ羊など特定の動物だけを扱う小規模なフェアも1年を通していろいろ開催していた。インドではイラーハーバード、ハリドワール、ナーシク、ウッチャインを周りそれぞれの都市で、 おおむね12年に一度開催される、ンブメ名ラが最大級のフェアの一つとなっており、2001年1月には6000万人が集まって、世界最大の人数が集まった集会とされた。クンバは、液体を入れる容器のピッチャーを、名ラは、同じくフェア、祭りを意味する、サンスクリット語である。アメリカ合衆国では、毎年、夏に開催される各地のフェアが、 延べ1.5億人を動員する。アメリカ合衆国の各種フェアで開催される子どもたちの競技会には、小動物の飼育からロボット作りまで多様なものが含まれており、伝統的に 4H クラブが協力して開催されるようになっている。ありがとうございます。